そういうのいらないっていう。あ、いりますよ。これから高川に行きたいと思います。意気込みをどうぞ。え、能力者にヘルメッポ。それアタッチメントで広角さんとかつくんですか。わかりませぬ。そろそろ入境地点です。来ましたよ皆さん。どうですか、どうですか。あれはトンネル。正解。 トンネル正解。はい、出発の意気込みどうぞ。さっき出発したっちゅうねんな。入境ポイントに到着しました。多分真面目か。なんて書いてますそれ。あ、生まれたての子ヤギ。怖いよ怖いよ。この先車両進入、進入禁止。そうやね。人は入っていいよ。え、それ言っちゃっていいんですかね。大丈夫ですね。じゃあお気をつけて。じゃあ向こうで会いましょう。終わりでしょうね。手掘り。あ、じゃあもう10位かな。でも暴走ってこういった随道チックのめっちゃあるんですよね。地質が向いてるらしいですね。来ました、入境です。あ、ほんまや、めっちゃいる。ヘルメットすくえばいいんじゃないですか。ちっちゃすぎてわからないですね。山辺さんですね。油早じゃないですか。めっちゃなんじゃん。追い込み道。すごい、画面で見たら本当に同じ格好ですよ、色味が。眩しい。今の俺には眩しすぎるわ、このキラキラ。え、土壌がいんの。あんじ、さっきのあれじゃない。え、何土壌。あ、いっぱいいます。本当だ。いや、あれでもそうじゃない、さっきの。いや、でも頭の形は。え、なんかいたんですか。仏土壌っぽい。半透明の瓶のなんかコアみたいなのがいる。黒滝です。いいでしょ、飛び込んで。その上から見えな、深さが分かれへん。日が逆光だからね。え、登、あれ登るのかと思った。行かないですね。行くんですよね。いや、俺こっからは知らないっす。まあ多分本流やから右だと思いますけどね。何見るのかな。なんであれですかね、千葉の川ってこんな色かっこいい。うん、なんでやろう。とりあえず入るんですね。入る好きなんですね。え、そこまで入ると先飛び込んでくださいよ。清澄ですか。うん、清澄すごいっすね。あ、いんねや。
セリワがもしかしてなんか。じゃあこの辺りかな、やっぱり。この辺りはどうなんですかね。下がりますよ。でね、吸盤が多分これ発達してるじゃないですか、うん、これ多分盛り合うじゃないですか。うん、でもワンスちっちゃいですけど、うん、オスはねちっちゃい、メスがねでかいんですよ。へー、オスはちっちゃい、これ盛り合うじゃないですか、ね、森さん、あれ落ち着いたで、あ、いった、すげえ動き鈍いけど、何くるくるよ、おくるよ、いい動き、くるよ、お、いい感じの。それでこう、ティオリなんだよな。ここだ。すごい。うわー、すげえ。滑ると、うん、怪しいですけど、滑ると嫌やな。着きました。かーまーし。多分めっちゃ滑ると思います。下手したら。やばい。来た。うわ。来たで。後ろからめっちゃ速いし来たで。さすが。プロガイド、さすがプロガイド。もうつぬぬぬ、多分しかも苔がついてはるから、うん、はっはいとる。マジで上上がったらいけないで、多分紐出さないと。で、岩崎さん、上登ったらもっとシビアです。やめてきますね、最悪ね。でも、また滑っていってる。これすげえな。ない、ホールドが全然ない。もうあの、あそこはシビアです。できたー。お、ちょっとやった感ありますね。結構高度ありますよ。これもうちょっとあの完全滑らかで、下が竹壺だったら 100% 滑りだいけんのにな。先
なめどこだからこそのすごいな。これが川回し、正直これ登んなり降りる方が怖いですからね、これね。でもどうしたらもう完全懸垂的に降りた方がいいです。そうですね、リレーかけながらね、まああれに体重かけながら降りてもいいですけどね。誰さんこれ誰さんですか。頭が、はいどうぞ、渾身のポーズしてください。出た、はい、おめでとうございます。あ、さっきの鳴き声、今帰るんだ。あ、全然左側行けます。しかもステップがありますよ。やっぱり結構なルート開拓されてんやろな昔な。うん、これは大丈夫。あ、行った。うわ、行った。うわ、行った。あの人行ったで。なんか知らんけど。もう根っからのパフォーマーやな。こんくらいですか。行った。パフォーマーや。エグザイル入りませんか。エグザイルに入りませんか。エグザイルですよ。すでに。はい。せーの。めっちゃ足つく。まあ届いてますからね。素晴らしいな。あれ2回目行かないですね。それ5回ぐらい繰り返すんちゃいますの。こんな3階に、はい、入浴です。名物の露天風呂です。どうですか、湯加減は。湯加減どうですか。なかなかいい感じですね。効能は、あ、先に言われちゃった。あれ、効能は皮膚疾患、それと骨折、あと絶対効かないのはバカには効かないです。イボジはどうですか。イボジ、キレジ、出血時、あ、泳いでる。はい、泳いでます。おっちゃんが泳いでます。めっちゃに、夏です。冷たい、ずっと入って冷たいです、はい、なんでとりあえず泳ぐのみんなで。あ、気持ちいい。気持ちいい。どんな気持ちか言ってみて、ね、入ってみて、はい。背中のヒレのとこに黒、あ、飛んでった。黒い。もうちょっとから花咲きますかね。これ紫色の可愛らしいのが。ちなみに何でしたっけ、若い葉っぱは食べられる。すごいな、反射すんねんな。あ、これ反射なんやな。ボツボツもないし、山垢みたいに背中のあれもないし。なんかカジがカエルです。ってなってる。泣いて、泣いてみて。あ、これがさっきの。そう、綺麗な声するやつです。こういう系統に普通で見てあかんかったら戻ってまた違うとこ登ればいいっすよ。おお、なかなかいい。めったに起こんない。相当おとなしい人。でも毒ってあるやん、マムシの3倍4倍あるってやろう。
優雅に素性素性。おー出た、出ました、めっちゃありがたい感じ、出ました、出ましたよ、出ました、某 S 氏のヘイバリッドホールドです。演技終了ですか。若干あれです。お願いします。一句。はい。川川柳、川川柳言ってください。関東人には無理よ。関東人には無理。鹿だなこれ。鹿ですよ。特定がありません。でしかも進行方向あれだの逆行ってますねこの人。うわチラ見、チラ見の極意。忍者ですね完全に。ザオウム返し。つけ麺つって。え？ここそんなに綺麗じゃないでしょ。やっぱ相当高いです、倍以上あります今ね、うん、右手に巨大な白壁があります。そろそろそこを終了かな。え？では稜線へ向かいたいと思います。え、そこ終了じゃありませんでした、嘘でした。再び沢に来ました。え？もうお腹いっぱいやで。続きましてまた切り立った崖です。ここかもしれません。はい、ここでそこを終了、稜線上がります。第2回目です。正解を祈って、はい出発です。どうぞ。行った行った、はい、はいはいはい、羽ばたいた羽ばたいてる、飛んでった飛んでった、はい飛んでったよ。どうですか。北は加山さんの方、超きついよ。あ、お、あれだ、もうあと、近くだ。無事に関東ふれあい道に出ましたよ。どうですか。だった。どうですか。やった。やった。どうですか。もうもうもう。すごいな、狛犬の顔面がこれ撮られてんの。ここも結構しっかりしてんの。はい、じゃあ真似してください。
山椒。めっちゃでかい。行くまだまだまだありますよ。ゴリゴリゴリ、うん、なかなか楽しめますね。こないがこり、そうです。これあれですよ、この両側の岩、はい、この時に必要なんだ。お客さん連れてきてたら一人ずつ上がってくれって言っちゃうところ。わあ、風通しいな、気持ちいい。あー、気持着いた。頂上に着きました。プラティパス、はい、プラティパスですね、はい、いただきました。はい、頂上に着きました。あれ、高度327メートル。見てた、山レコを見てたら、こっちの方が気軽そうですね。こっちに頼んで止めてもらうかもしれない。おお、出た。出たよ。絶対爆裂しますよ。お、しない。では無事に、到着しました。どうですか、コーラうまし、気持ちいい。はい、ゴッサムシティ